日本人はスマホをじっと見つめて一体何を見ているんだろう。中国から日本の大学に留学でやってきた女子大学生が、日本人がじっとスマホを見つめている光景に疑問を抱きました。彼が長年暮らしていた中国では見たことがない光景でしたが、日本人が何を見ていたのか教えてもらうと、彼の中で衝撃が走りました。世界第2位の経済大国である中国にはなく、日本にはあるものとは一体何だったのでしょう。それでは早速見ていきましょう。ぜひ最後までご覧ください。こんにちは。私は中国出身の新井です。現在は日本の大学に留学して、経済学について勉強しています。私が経済について興味を持って勉強している理由は、自国や世界の国々の世界情勢について興味があったからです。中国は総人口が14億人を超え、豊富で安価な労働力によって世界の工場という地位を確立することができました。そのため中国は世界各国とのつながりが強く、私の世界への関心も高まっていきました。私は大学で経済について深く学び、経済の指標を示す GDP は中国が世界で第2位を獲得しており、中国の経済力の高さに驚かされたことを今でも覚えています。中国では10年以上前から IT 教育が推奨されていて、現在では1人1台のタブレット端末を所持していることが当たり前となっています。家庭でもスマートフォンを利用してたくさんの情報を取り入れることができます。このように中国の IT 業界は高い技術力を誇っていて、国民は便利な生活を送ることができています。そんな私が日本に留学した理由は、日本の大学なら首席で簡単に卒業できると思ったからでした。当時の私にとって、日本は先進国であるものの経済の発展が滞っている国という認識でした。日本は世界でも少子高齢化が進む国として有名で、現在は世界で2番目に少子高齢化が進む国です。そのため労働人口が減少して経済成長の鈍化や社会保障制度の崩壊を招くとされています。そんな日本は中国に学習レベルも劣ると思い、日本に留学を決意しました。しかしこの時の私の考えは、日本での衝撃的な出来事によって一変しました。私は日本に留学することを決め、日本に訪れました。その時、飛行機で日本に初めて降り立った第一印象は、日本は想像以上に発展しているということでした。中国と比べても遜色ないほどの大きなビルが立ち並んでおり、中国と大きな違いはないように思いました。東京の人口密度は、事前に調べていた情報通り、とても多くて驚きました。私が訪れた場所では、少子高齢化の影響を大きく感じることはありませんでしたが、やはり中国と比べると、日本は近代的な建物が少なく、道路も狭いように感じました。また、中国では IT 化が進んでおり、日本はその点でも劣るだろうと感じていた私は、日本での生活は、これまでとは違った不便なものになるだろうと考えました。しかし、日本でも IT 化は進められており、自国と比べてもあまり差はないように感じました。日本の人々は中国と同様にほとんどの人がスマートフォンを所持しています。そのため、飲食店や街の中でスマートフォンを触っている人を目にしても違和感はありませんでした。しかしある日、中国ではあまり見たことがない光景を日本で目にしました。それは、私が通っていた大学の講義室での出来事です。私が日本に来てしばらく経つと、日本人の友人も数人作ることができました。大学の講義では、いつも近くに座って、わからないところを教え合いながら受けていました。ある日、講義を受けるため友人の近くに座った私は、室内の学生を見渡してあることに気づきました。それは、講義が始まる前に待機していた学生のほとんどが、スマートフォンの画面を眺めていたのです。私は講義前に学生たちは何を見ているのか気になって近くに座っていた太一くんに尋ねました。太一くんは私が日本で初めてできた友達で、私と同様に海外に興味があり、すぐに打ち解けることができました。みんなは多分 YouTube などの動画配信を視聴していると思うよ。みんながそれぞれどんなものを見ているかはわからないけど、自分の興味のある内容や国内や世界で話題になっている動画をみんなは見ていると思うよ。
私も YouTube はよく使っていて、最近は海外の人々がダンスをする動画を見るのが好きなんだ。太一くんはそう言って、私にそのダンス動画を見せてくれました。私はそのダンスの迫力に魅了され、いつの間にか動画に釘付けになっていました。YouTube には、太一くんが見せてくれたダンス動画の他にも、歌唱動画やアニメーションなどの、無料で視聴できるとは思えないほどのパフォーマンスビデオや、自分のやりたいことを動画にして、自分の考えを伝える内容など、さまざまな動画が投稿されていて、どれも見応えあるものばかりでした。一般人から有名人までさまざまな人が動画を投稿しており、さらには日本国内だけでなく、世界中の国々の動画を視聴することができます。私はこの点についてとても衝撃を受けました。なぜなら、中国には YouTube のような動画配信サービスが存在しないからです。厳密に言うと、中国にも動画配信サービスはありますが、見ることができるのは国内の動画のみで、世界的な動画は見ることができないのです。IT 化が進む中国なのにもかかわらず、世界的な動画配信サービスが存在しない事実に、私は肩を落としてしまいました。そこで、私は中国に世界的動画配信サービスがないことに疑問を感じ、インターネットで調べてみることにしました。その結果分かったのは、中国ではメディアに対する検問や規制がかけられていて、自由に情報を発信することができないということです。2016年に行われた検閲が厳しい国ランキングでは、中国が1位に選ばれています。そして、世界の報道の自由度も他国と比較して低い傾向にあるとされています。それに比べて日本は報道の自由度が高い国であることも分かりました。日本の他にも、ノルウェー、ベルギー、フィンランドなどの国々が報道の自由が高いと判定されています。報道の自由度は国の法的環境、政治的環境、経済的環境の3要素を専門家によって評価されて分析が行われます。そして、YouTube などを自由に視聴できる国は高い自由度があると評価されているのです。私が中国いた時は、普段の生活の中で不自由さを感じたことは特にありませんでした。さらには、中国は世界中の国々と比べても IT 化が進む快適な国だと感じていました。しかし、実際には違うものだったようです。私は今回、偶然にも日本に留学にやってきて、この事実に気づかされましたが、日本にやってこなければ、中国の不自由さに気づくことはなかったでしょう。また、中国ではさらに厳しいことに、表現の自由も厳しく取り締まられています。表現の自由については、中国国内でも問題として取り上げられています。例として、2019年から世界中で流行している新型コロナウイルスについて紹介します。新型コロナウイルスは中国から世界へと広がったという調査結果が出ていますが、中国政府の初動対応が不適切だったと批判を集めています。中国で新型コロナウイルスが発見され、感染者が増加し始めた頃、国内の医師たちは、SNS で新型コロナウイルスに関する情報を発信しました。しかし、これに対し中国政府は医師たちにデマで社会の秩序を乱したとして処分を与えたのです。この他にも公の場で政治的話題を口にしにくい環境などが存在しているのです。国内の情勢を知ることは国民として当然の権利だと思います。そして、それらの情報は様々なメディアを通じて発信されますが、中国では政府に都合の悪いことは厳しい検閲によって放送を禁止されていたのです。世界で報道されていることが中国では一切触れられていないことを初めて知った私は、多くの中国では報道されてこなかった記事をインターネットで見つけ、衝撃を受けました。どうやら日本では表現の自由や宗教の自由が許されているのに対し、中国ではこれらの内容に規制がかけられているようです。中国で生活をしているときは、このように規制がかけられていることを一切知らなかったので、私の衝撃はとても大きいものでした。自由で快適だと思っていた中国社会ですが、実際は不自由な社会の中に閉じ込められていたのです。私は少しがっかりした気持ちになりましたが、なぜ中国では YouTube が視聴できないのか。調べていくと、中国でも以前までは視聴できていた時期があることが分かりました。2015年頃までは普通に YouTube を視聴できていたようですが、ある出来事をきっかけに利用不可となってしまったのです。
皆さんはウイグル自治区での問題をご存知でしょうか。中国のウイグル自治区及びその周辺の地域で、中国共産党がウイグル人に対してジェノサイドや人権侵害を行っているとされています。これらは現在も問題となっており、様々な問題が生じています。このウイグル自治区での暴動の様子が、2009年に YouTube で動画が投稿されました。中国政府はこの動画を国家の安全を脅かすとみなし、YouTube へのアクセスを全国的にブロックしたのです。そうして YouTube へアクセスできなくなった中国では、もちろんニュース番組や新聞でも、政府に都合が悪い問題は扱われないので、結果的に中国人でも中国国内の問題を知らないことも多いのです。ウイグル自治区などの中国国内の問題は世界中の国々で扱われており、世界中の人々は知っているのにもかかわらず、中国国民である私たちが知らないなんてあまりに残酷です。もしかすると、私たち中国人に隠されている事件は他にもたくさんあるのかもしれない。そう思った私は、さらに詳しく調べてみることにしました。すると、様々な中国の問題などを表す記事を見つけることができました。記事の中には、中国のネット検閲に関する情報なども記されていました。中国のネット検閲は、AI を利用した自動検閲を採用しており、政府への批判などは数分で削除されてしまいます。このネット検閲は、国家安全を重要視する習近平による政策で、2020年代には過去のデータが大量に削除されていることが確認されているそうです。自由にインターネットで調べ物をしたり発言を書き込むことができる日本と自国を比べて、私はなぜ日本と中国にはこのような差が生まれたのだろうと悩んでいました。このことを太一君に相談すると、それには政治的問題が関わってきているからしょうがないと思うよという答えが返ってきました。私は太一君の意見に納得しました。日本は民主主義で個人の自由や権利を尊重しているのに対し、中国では社会主義で国が国民全体の経済を管理するため、生産手段の共有や平等分配を目指しており、社会全体の富が均等に分配され、社会的な平等が実現されます。しかし、社会主義のデメリットとして、表現の自由が規制されてしまったのではないかと考えました。日本では民主主義のため国民に自由が与えられていて、国内の報道に関しても表現の自由や知る権利が与えられているのです。その反対に中国では政府にとって都合の悪いことは規制がかけられてしまうのです。この私の考えが合っているかどうかは定かではありませんが、暴動の動画を視聴してそれに参加する人を増加させないために規制したのか、そもそも暴動をなかったことにするためだったのかもしれません。中国は社会主義という独特な考えで世界から注目される大きな国へと変化してきました。しかし中国がメディアや表現の自由の点で世界中から遅れを取っていることは間違いありません。また後日太一君と食事をしていた時に日本の政治の話題になり、太一君に日本の政治について教えてもらいました。日本には三権分立という考えがあって、日本の最高法規である日本国憲法にも記されてるんだ。三権分立とは、国家権力を司法立法行政の3要素に分割してお互いが抑制し均衡を保つ仕組みだ。この考えは権力が一箇所に集中すると権力の不当な人権侵害が起こりうるため、その暴走を防ぐためにあるものなんだよ。私は日本で三権分立の仕組みが実装されていることを初めて知り、中国でも同じことをしてほしいと感じてしまいました。中国では日本のように三権分立の考えを採用しておらず、司法立法行政権のすべてが全国人民代表大会という国家権力機関に与えられています。中国南部に位置する香港では立法機関として香港立法会というものが設置されている。しかし立法会の90議席のうち70議席が有権者によって支配されており、政府に大きな権力が与えられていると言っても過言ではありません。また香港政府トップの行政長官も 90% 以上が有権者によって支配されています。これらのことから国内でも反感を示す人々は少なくないそうです。香港では民主化デモが発生する事態になりましたが、中国政府はこれを暴力的に抑圧していたのです。この事件は世界中でも報道されており、
中国政府の対応に疑問を抱いた人もいたようです。日本ではデモ活動を暴力的に抑圧することは決してありません。そのため日本国民は自由に意見を主張することができているのです。私は中国と日本には人権の尊重や表現の自由において大きな差があることを感じました。中国は社会主義で大きな経済発展を遂げていますが、民主化や自由化において課題が残されています。世界的に見ても民主化が進められており、現在の中国の政策は時代遅れだと言えるでしょう。政治が大きく変わらないとこの課題を解決できないことを考えると、解決に至るまでには相当の時間を要するかもしれません。そう思った私はとても悲しい気持ちになりました。そんな私を見て心配してくれた太一君は私にこんな言葉をかけてくれました。そんなに心配することはないよ。中国だっていいところがたくさんあるし、いつかきっと理想の姿に生まれ変わることができるよ。実は日本も最初から民主主義だったわけではないんだ。過去には国民が厳しい環境下にあったこともあったんだ。戦前は限られたわずかな人々にしか参政権が認められていなかった。だけど時代が流れていくとともに憲法が改正され、国民の行動が自由に認められていった。今の日本からは想像できないかもしれないけど、日本でもたくさんの衝突や議論がなされて、今の国民に優しい姿になっているんだよ。それでは中国でも衝突や議論が重ねられれば、いずれかは日本のような民主化が進むのだろうか。私はこのような疑問を太一君に投げかけました。しかし太一君はこの疑問を聞いて難しそうな表情を浮かべてこう言いました。それは難しいかもしれないね。今の中国ではメディアやインターネットの利用にも規制がかけられてしまうし、デモを起こしたとしても強制的に抑圧されてしまうからね。現状の政治体制から見ても国民が声を上げて主張するのは難しいと思うよ。でも遠い未来の出来事になるかもしれないけど、民主主義を唱える人物が現れて政治体制が大きく変われば、中国も民主主義に変わることはできるはずだよ。政治体制が変わるまでの長い時間を考えると気持ちが落ち込んでしまうかもしれないね。でも長い歴史の中で政治体制が変わることなんてあっという間の出来事だったりするよ。だから深く考えすぎずに中国の民主化が進んだ時のことを楽しみに待ってみようよ。私は中国が生まれ変わることができるかもしれないと少し希望を抱いていたため、太一君の述べた正論を聞いてがっかりした気持ちになっていました。いつか必ず中国も日本のように変わることができると信じて、これからも中国で生活をしていこうと思いました。彼女は日本での留学生活を SNS 上で発信し、中国と日本の政治体制を比べた投稿は世界中から注目を集めました。この投稿に寄せられたコメントをいくつか紹介していきます。中国は経済的には発展しているかもしれないけど、自由に意見を主張することもできないのはあまりに不自由だと思います。現代はグローバル化が進み、他国の情報や文化も取り入れることで自国も成長していきます。中国では他国の情報の制限がされていることで成長の足かせになっていると思います。ましてや自国で起きていることについても知ることが許されないのに、成長していけるわけがありませんよね。日本の経済が停滞していることは事実だけど、日本は治安も良く自由に生活することができる、とてもいい国だよね。中国では政府の規制が厳しいことや、国民でさえも知る権利が与えられないことで、中国の社会主義による問題に気づけずにいる国民が多数いることを残念に思います。中国が民主主義の国に生まれ変わるのはとても難しいことだと思います。しかしそうなれば、中国は様々な観点から見ても優れたより良い国になるでしょう。本日の動画は以上です。視聴者様からのコメントが動画制作の励みになっております。ぜひともご意見をお寄せくださいませ。ご視聴ありがとうございました。